放射線というとなんとなく身構えてしまうと思うんですけれども、私がやってるのは光の仲間の X 線とかガンマ線と呼ばれるものの研究です。その研究のレベルからその社会に役立つレベルに、広く普及させたいというか、その特にイメージングって呼ばれるものですね、 X 線ガンマ線、目で見えない X 線ガンマ線をイメージングするっていうのに、興味を持って研究しております。宇宙を見る目、新しい目として、もう X 線ガンマ線天文学っていうのはマクロな極限を見ていきましょうっていうのが一つあります。でもう一つは本当にもう素粒子現象みたいな非常にミクロな極限のものを、探っていこうっていう、その両極端をいっぺんに見れると。あともう一つは、じゃあそこで培った技術を、医療とかにさらに発展させて人間社会に役立つものをしようという、そういう非常に幅広いところを、総括的に網羅できるというところが魅力かなと。フェルミ衛星っていうのは2008年に打ち上がったんですけども、その以前からX線天文衛星とかそういう解析をずっと続けてきたノウハウみたいなのを持ってますので、例えばフェルミ衛星っていうのは今までで過去最高の感度を持っていまして、今までガンマ線を出す天体っていうのは大体100個ぐらいしか知られてなかったのが、フェルミの打ち上げの後は3000を超えるような天体が見つかってます。その中で当然知らない天体、未知の天体っていうのがたくさんあるわけで、じゃあどういう視点でその未知の天体を探せば新しい、人類が知らないような放射機構とかで、で光っているものがあるかっていうのを探すっていう、なんかそういう何でしょう、着眼点というかアイデアをなんか非常に僕ら重視しています。ガンマ線を出すような新しい新種の銀河とかも発見しましたし、あとはパルサーって呼ばれる中性子星で新種の天体なんかも見つけていますが、この分野自体がもう非常に新しいもので、まだなんか何が起きても何が見つかっても全然不思議じゃないっていうか、新しいものがどんどん出てくるような分野ですので、新しい観測をすればそれだけチャンスがある。10年20年後に次の衛星に乗るような装置で、自分でその作った装置で新しいデータを取って新しい成果を公表するっていうのが僕のロマンですね。はい、でそれをさらに、じゃあ環境だけにとどまらず、いいものなのでメディカルの方にも役立てましょうということで、そうですね、分子イメージングと言われるものとか、今後その必要となるであろう医療の新しい検出器の開発にも着手しているという感じです。宇宙で培った技術をその医療分野に使ったらどうなるでしょうっていう視点で始めました。っていうのは今大きな病院に行くと、がんの早期発見で PET っていう陽電子断層撮影っていう技術があるんですけども、非常に装置が大きいし、コスト的にもすごく高いんですね。そこでじゃあ衛星のその非常にコンパクトなところに全部押し込めるような非常にちっちゃいセンサーで同じ感度を持つものを作ったら便利じゃないかということで始めました。いろいろ展開できるのがその放射線計測のいいところといいますか、ある優れたセンサーがあれば別にそれ宇宙でないと使っちゃダメってことは絶対なくて、 どこでも必要とされるものですから、それをいろんなところに展開したいというのが私どもの夢です。原発事故の直後ぐらいから今までそのガンマ線を可視化するようなカメラって世の中になかったかというと、そんなことは決してなくて、ただそういうのは非常に重くて、だいたい30キロとか20キロとか台車でゴロゴロ押していくような感じの装置でした。であと撮影にも時間がかかって、だいたい1枚撮るのに30分とか1時間とかカメラを据え置かないと撮れない。でも福島みたいに非常に広範囲にあんなに広がってしまうと、そんな悠長なことをやっていらないところもあるの で実はそこでもやっぱり宇宙の経験が活かせるんじゃないかということで、コンプトンカメラというそういう新しいカメラを作りました。これが福島用に作りました携帯型のガンマ線カメラというもので、重さがだいたい 2kg で、上の方にこの蓋が開いているところが、魚眼カメラ、魚眼レンズで、カシの画像を撮ります。物理応物の場合は本当に一人一人の先生が独立して、緩くは結合してるんですけど、独立して研究していくにはすごくいい環境であるのと、あとやはり学生のレベルはすごく高くて、高くてというかスペクトルが広いという言い方をした方がいいと思うんですけども、まさに光みたいなもので、波長が長いもいれば波長が短いのもいるし、なんかいろんな子がいるんですね。そういういろんな子をなんか束ねていい成果にまとめていくっていうのが非常に楽しい大学だと思います。宇宙がまず好きであるよっていうのが一つあって、なんかそういうロマン的なものもありますし、自分の開発した装置で、それが宇宙であれ医療であれ環境であれ何でもいいんですけど、広くもっと広く普及して社会のお役に立てることができればいいなと、そこだけですね。